はい、どうもレッドです。さあ、本日は岐阜県美濃加茂市に来ております。今日はですね、ゲストが来ております。この方です。どうぞ。はい、どうもレッドです。いや、違います。たかしですね。たかしです。どうも、こんにちは。あの久しぶりっすよね。お久しぶりです。はい、あの僕のチャンネル過去に何度かね出ていただいてるんですけども。そうですね。はい、一緒にゲロ温泉の小川屋行ったりとか、あのサブチャンネルで僕がね大阪をね巡った動画あるんです。そこでもねたかしが出てるんですけども。 そうですね。そんな感じでたかしくんが今日岐阜に来てくれまして。岐阜に来ちゃいました。嬉しいね。もう始発で来ちゃいました。始発でね5時半ぐらい乗ってね来てくれました。ありがとうございます。なんかラップみたいに来ちゃいましたね。でたかしに今日ね、岐阜けいちゃん撮ります。一緒に行こうかなと思って。関西人といえばもう牛肉ですから。あ、牛肉。カレー何食べる入れるったらもう関西はもう牛。あ、東京は豚でしょ。鶏肉のけいちゃんは前食べたことあると思うんですけど、ゲロ温泉、ね、ゲロ温泉行った時に。ったけど、ただまたちょっと違う味のねけいちゃんが食べれますので。マジですか。今日はね堪能していただきます。ありがとうございます。いただきます。行きましょう。レッツゴー。さあ、着きました。岐阜けいちゃん鶏松です。ここです。いいでしょう。めっちゃいい感じやねんけど。はい。どこがそんなに？なんか降ってますね。降ってますね。いいですね。いい振りしてますよ。すぐそこにオーナーいるけどね。あ、そうです。オーナーのね。おるけど、はい、そんなうまい？あ、いやいや、オーナーが近くにそんなこと言ってる。ちょっと楽しみやな。はい。じゃあちょっと入りましょうか。そんな下うなるかな。はい、行きましょう。オーナーどうですか？いや、下うなりますかこれは。なんか。振ってますよ。岐阜といえば岐阜けいちゃんで。そうですよね。岐阜といえば岐阜けいちゃん。なんか名前の業者ね。どうなんやろうな。めんどくさいですね。急に絡んできて。そうだ、ダメっすよ。オーナーに絡んだら。すみません、オーナー。すみません。ではいただきます。いらっしゃいませ。じゃあ行ってきます。いらっしゃいませ。さあ、着きましたね。着きました。はい。まあ今日ここのおすすめはね、ミックスけいちゃんで、あのいろんな部位のね、お肉が食べられるんですよ。まずけいちゃんでもも肉が主流なんですけども、ミックスけいちゃんはいろんな部位が入ってます。へえ、そうなんだ。ね、トンちゃんって何？トンちゃんだね。トンちゃん。トンちゃんはあの腸かな、腸。腸を切ってるかな。そうか、そういうのもあんねんな。ごめんなさい、間違ったよ、すいません。でもなんかあの酒のつまみに合うやつです。あ、そうなん。トンちゃんは。まずは安すぎる。怪しい。タコシ言ったよね。安すぎるから。安すぎるね。普通に安すぎる。1000円だね。1000円やで。ああ、それでそんなオーナーが美味しいってことの味は出せるんか、この値段で。安すぎるこれは。売ってますね。あと野菜追加もしましたよ。そう、野菜たくさん取りたいんだよね。ご飯も頼んで締めのうどんもしました。それで合計で1850円です。ああ、合ってる。あのミックスケージャー2人前したんで。はい、まあ、でも一人当たり1850円でしょ。1000、いや1000、ご飯1250でも、で、締めうどん野菜とかでしょ。1400円ぐらい、1人前でしょ。うん、それでそこまで美味しいもん食べれる。いや、どうかな。大阪やったらこんな安く食べられへんで。いい顔してますけども。お、信じられへん。いい顔してるな。これでこんな美味しいの出したら大したもんですね。いい顔してますわ。まだ僕は疑ってます。はい、さあ来ました。お、なかなかのボリューミーですね。すごい量ですよこれ。すごい量。すごい量です。お、分かるかな、これジョッキ。これ一番大きなジョッキです。はい、ジョッキと比べたら分かるんじゃないかな。あー、このデカさ、これ伝わりますね。はい、めっちゃ量多いです。そうね、2人前ですこれで。そう、すごい。ただ味はまだ分からへん。味は分からへん。食べてみな、分からへんで。量はどうすか。え、量は、量はね、多いでんがな。何やそれ。もう100点満点だね。そうです、100点です。よし、じゃあ今温め中です。いや、ほんといろんな部位入ってますね。これ肝とかね。すごいですよね。もも肉とか、
これ何だったっけな、これ、ね、これ不思議ですね、つぶつぶがあるんですけど初めて見ましたね。ああ食感どんなんなんやろね。前食った時も個人的にはこのね、つぶつぶの食感が大好きでした。あ、マジっすか。はい、じゃあ楽しみは楽しみですね。でも、はい、味は分かれへんで。いい顔してるわ。じゃあ、たかしくん、食べていただきます。はい、じゃあ、僕がよそいますね。すみません、先輩、ありがとうございます。いや、別に先輩じゃないですけど。これはどうやって食べたらいいの。これはもう一緒にね、野菜と一緒に、野菜と一緒に食べてもいいし、まあ、とりあえず今、うん、ごめんなさい、味だけそのまま肉だけ食ってもいいかもしれない。ちょっと僕、あの猫舌なんで、あの、はい、猫背、猫って猫舌なんで。聞いてない、そんなに。じゃあ、これちょっといただきたいと思う。あ、口大きいの。いただきます。大きい。でもな、こんなんな、全然な、美味しいやつないと思う。何がうまいの、わからんの。うまっ、早で、うまい。めっちゃうまい。効いてるよね、味噌。味噌効い、うわ、うわ、いただきます。わー、ご飯進むね。ちゃんと振ってくれとんな。いや、本当に美味しいよね。めっちゃうまい。ちょっとお世辞抜きでどう。お世辞なしでマジでうまいです。ああ、あの、ご飯めっちゃ合います。後でお姉さんにチップ渡します。お姉さん、店員さんのね。はい。久しぶりに食います。じゃあさっきの、あ、この部分こうかな。これ気になるよね、このプニプニみたいな。いただきます。うまっ。ここ好きなのはね、味噌がめちゃくちゃ好きや。味噌、味噌、うん、ここの味噌おいしくない。めっちゃおいしいよ、ここ、うん、あご飯が進む。ご飯に合うね、これ足りないぐらいね、ご飯ね。もうご飯おかわりしたらいいんちゃう。足りんかったらな。うますぎて最高です。幸せです。生まれてきてよかった。そう思いませんか。そう思います。とてもそう思います。ありがとう、ありがとう。締めのうどんが来ました。え、うどん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 が合うやば。この味噌にうどんが合うんですわ、たかしくん。うわ、ほんまにやらかしとんで。高志くん、いや、もうさっきのでええやん、めっちゃ美味しかったやん。いえ、この味噌にうどんが合うんですわ。うわー、やらかしたな。追加の野菜もいただきました。あ、それは嬉しいけど、はい、追加の野菜も入れました。それはさっき野菜美味しかったの分かるけど、うどん。レイト実際どう思うん、それ。骨ってちょっと無理してるやろ。無理してこれ。してないっす。してない。すいません、全然してないですけど。まあしてるわけないやん。うどん、僕はね、これ前食ったんすよ。うん、はい、もうさっきの鶏と野菜で十分やったって。もう美味しかったね。うどんじゃいらんか。いります。そうか、いります。食べてもらいますよ。もう食べます。入れてくれるんですか。はい、うどんもね、いい感じになったんで。はみ出る、はみ出る、はみ出る。あっち手に当たっとるかな。はみ出る、手に当たるて。はみ出る、はみ出る。いいよ。いや、俺でもこれ、もう今までもめっちゃ美味しかったんで。女女何が美味しい、こんな美味しいわけあれへんがな、女。うまや。めっちゃ美味しいやん。美味しいわね。最高ですこれ。いや、ここのテイちゃんはもう締めうどん、うん、絶対した方がいいです。はい、僕ら2玉頼みましたけど、はい、3玉で4玉でいけますよこれ。いただきまーす。はい、おー、ほおばりほおばりほおばり、おー早い。うん、さあさあ、僕もね、うどん食べますよ。いや、暑くなかった。全然暑くないです。本当？暑いやんけ。暑いやん。結構暑かった。出来たりやからね。うまっ。マジでうまいね。
なんか、うん、味噌が美味しい。で、今ケイちゃんとかさ、いろいろ焼いた後のさ、うん、その鶏の出汁とかもさ、取れてるからさ、うんうんうん、より美味しくなるね。そうやね、もうおっしゃる通り、鶏の出汁とこの元々あった味噌のうまさがマッチして、うん、うどんに合う。めっちゃうまいよね、これ。で、ご飯欲しくなるでしょ。炭水化物、炭水化物ね、なんか全然いけるね。関西でいうお好み焼きと白ご飯みたいな感じやね。いけるね、でもこれいける、いける。ごちそうさまでした。いやー、うまかったっすね。めっちゃうまマジで。何やる今の、初めのちょっと不機嫌そうな顔からの笑顔。もう舐めてました。舐めてました。うん、もう高志くん水をね、もう酒のように飲んでますからね。今4杯目ぐらいかな。そう、飲みっぷりがいい。もうこれ日本酒かなと思うぐらい。水が進むんです。水もご飯も進みます。めっちゃ美味しい。これ多分ね、関西でやってもいけます。ああ、そうね、関西でも絶対流行ると思う、これは。ただまだ地元に根付いてね、やってるっていうことなんで、まずはね。はい、じゃあ関西出店よろしくお願いします。俺俺はい、ということで岐阜けいちゃん、はい、鳥松、高志くんね、入るときね、この看板の前でなんかいろいろ言ってましたよね。いやー、はい、美味しかったですよね。やばい、最高だったね。まあ岐阜来たら、うん、岐阜けいちゃん、うん、鳥松ですよ。いや、そうだね。あ、岐阜県いろんなところでけいちゃん食べれるんですけど、うん、個人的にね、ここのけいちゃん一番好きなんですよ。うます。これはお世辞とかじゃ抜きで、うん、高橋もね、こう食べてると結構美味しかったと思うんですけど、めっちゃうまかったですよ。だから本当に、うん、その店員さんにチップ渡しました、はい、本当。あとごちそうさまでした。はい、高橋くん、なんかせっかく僕がおもてなししようと思ったらごちそうしていただきまして、もう高橋くん、はい、店員さんの感動してチップ渡すぐらいね、気前がいいでございます。いや、美味しかったでございます。ぜひね、皆さんも来てみてください、うん、そうです、岐阜けいちゃん鳥松です。はい、僕のチャンネルはこのように岐阜のグルメや岐阜のスポットを紹介しております。不定期更新なので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では皆様、また次の動画でお会いしましょう。またねー、またねー。大阪も来てね。はい。